おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそー。はい、今日はですね、ついに、親知らずと奥歯抜いて、親知らずが奥歯のところに入りました。生放送とかでね、結構言ってたから、まあ、聞いたよっていう方もいるかもしんないんだけど、ちょっと言わせて。虫歯にあったところに親知らず入れてるのね。で、はめてる状態で、で、接着剤とかでつけてんだって。だから、なんか先生が言うには、1ヶ月ぐらい固まるまでに時間かかるらしくて、あんま硬いものとか食べない方がいいって言われたんですよ。で、もう今はもう食べないようにしてんのね。こっちで要は噛まない方がいいって。こう、もしかしたら取れちゃって、もうなくなっちゃったりとかするかもしれないからって言われて、こっちにもうできるだけ、右側の歯に、できるだけこう、負担をかけないようにしてるんだけど、怖いよね。今回人生初の麻酔ですよ。そう。今までね、違う歯も治療してましたけど、それでも何にも麻酔を使わず、見たくなかった別に。大して言うほど。そう。で、私、これが初なの。抜くとき初使って今回。で、別に麻酔も別にまあ痛くなかったのよ。入れるとき。そう。あ、こういう感じなんだなっていう感じになって、もうほんとこんな感じだよね。口入れこんな感じになるよね。なんかもう感覚ないみたいな。みたいな、ずっと痺れてる感じで。あ、こういう感じなんだと思って。で、ここちょっと触るとさ、自分の感じじゃない感じで。まだね、ちょっとね、こっちまだここの奥ら辺がまだ残ってる感あるんだけど、今はね、もう切れてまして。はい。ちゃんと喋れるようになってね。最初の時とかも全然ダメだったんだよ。まともにね、唇が動かせなくて。っていうので、今はまあ大丈夫でね、薬飲んでやってる感じでね、まあ当分だから、こうあんま噛めないというか、そういうの食べれないんじゃないかなと。思ってるわけですよ。本日は何かと言いますと、まあ、そんな歯医者の話はどうでもよくてですね。ちょっと一回調べていい？ちょっと一回調べれば。これは一体。これじゃん。そうそう、これ。ションピー、ションピー。おー、これ。昨日、原宿に行ったのよ。でね、ま、いろいろやってたんだけど、買い物したりとか、普通にちょっと撮影ね、まあ、仕事したりとか、やらせていただいたわけなんですけども、今回、これを買ってくるためにも原宿に行ったということでございます。何かというと、2019年下半期、タピオカの次に流行るのはこれだろうっていうか、もう流行ってるのかもしれないという飲み物が、こちらです。じゃーん！ただのメロンソーダではないです。ションピーというお店のドリンク2個なんですけども、これクマボトルのタピオカですね、これは。もう一個これ。何か。こんな感じなのよ。まあ、ハートのボトルになってんだよ。これよーく見てわかるかな？これさ、見えないね。ライト当てれば見えるかな？わかりますかね？わかる？ほら、キラキラしてんの。キラキラしてんのこれわかる？ほら。めっちゃキラキラしてない？ここら辺。これですよ。キラキラドリンクでございます。キラキラ。まあ、要はですね、飲めるラメ。ラメが飲めます。こっちは、ただのタピオカでございます。タピオカのいちごミルクでございます。今回これを買ってきたっていう、だから飲もうっていう動画。じゃ、まずやっぱこっちから行きたいよね。おぉ。うわ、なんか、もうこの形からしてやばいよね。で、ストローあるんで、飲む。おぉ。開きますと、これ肉眼だとわかりやすいんだけどね、めっちゃラメだから、すっげえキラキラしてる。どうやってやってんの？飲めるラメって何？まあ、いや、いただきます。あ。かき氷のシロップかな。味は普通のメロンソーダ。やばいね、これ。全部飲んじゃう。別に全部飲んでいいんだけどさ。ちょっと一回蓋閉めなきゃいけなくなるんだね。これ大変だね。まあ、飲み切るものだからね。まあ、これでもいけると。うん。これがラーメンで。で、もう一個。こっちね。普通にタピオカだから、これはちょっと飲もうっていうことなんだけど、私ちょっとほんとさっきも言ったように、歯がね、歯がちょっとタイミング悪いんですけど、そう、ちょっと頑張りますね。頑張るっていうか、ちょっと気をつけますね。はい。ストローついてるんで。刺して。クマさんボトルがこれまた可愛いんだよね。いちごミルクです。
タピオカはこうプラスして入れる感じなんで。じゃあいただきます。いちごミルク。怖い。お、甘さが控えめだな。タピオカが黒糖っぽい。うん、いちごの果肉すっごい入ってる。そこに美味しい美味しい。ここのタピオカはすごい粒がでかい。甘さ控えめだから飲みやすいですね。ということで本日はですね、今流行ってるタピオカと、ちょっと今後入るんじゃないかなっていうラーメンのドリンクを二つを飲んでみたという動画でございました。ということで最後まで見てくれてありがとう。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。キラキラー。君と終わらない歌を歌おう。